割とあの時の山内氏を見てたら、人のためにやっぱこう、人に届けるための歌になってましたからあ、ね。そうですね。もう全員に届けたいです、この歌を。ね、それ福山さんがやってるから。俺に権利を譲ってほしいです。あ、福山さんにちゃんと、直訴して。直訴して、この道しるべの権利を俺に。はい、著作権を全部僕に譲ってほしいです。僕の方が歌える。じゃあ、直談判でね。思います。相手にしてください。ということで、木村拓哉プロ、7月のゲストはお笑いコンビ、かまいたちのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。木村拓哉フロー、東京 FM キーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました。お届けしたのはかまいたち山内氏の人生の一曲、福山雅治さんで道しるべでした。